グッチさんです。The グッチさんチャンネル。どうもどうもどうも、グッチさんです。こんにちは。暑い。今日もキャンプ場からお届けしております。8月ですが、今年の8月はずっと雨が続いてました。なので私タイミングが合わなくてですね、8月のキャンプこれが最初です。もう8月もね、中旬下旬に今入ってる段階です。お盆も終わりました。本当にね、雨がなくなってこう晴れが続くと逆にまたそれはそれでしんどいんですけど、ずっと雨もしんどいですし、ね、暑さが続くのもしんどいんで、まあ、どっちもどっちってことで、久々のキャンプをしていきたいと思います。今日は宿泊です。宿泊のキャンプが本当に久々って感じですね。で今日のスタイルなんですけど、ちょっとまだ片付いてない状態なんですけど、タープと後ろにテントですね。本当に設営簡単です。タープとこのテントだけで30分はかかってないです。めちゃめちゃ早く終わりました。で本日のテントなんですけど、こちら、僕のキャンプ動画の最初の頃に、アップしたやつなんですけど、コルマのポップアップテントですね。で2人、 2P の2人っていう意味ですよね。でこのテント設営自体はめちゃめちゃ楽なんですよ。もう広げてバンってなるだけなんで、すごくね楽です。なので夏とかはねやっぱり、設営の時間をねなるべく短縮したいわけですよ。まあ、そういう時に一番活躍するテントかなと。でコツさえつかめば折りたたむ時もすごく楽なので、全然僕は、違和感なくこのテントを使えていますね。さあこのテントの特徴なんですけど、先ほど申した通り設営が楽、かつこれですね、すごく僕いいなって思ったのがこれ、上のアウター部分が取れるんですよ。でこうこのチャックもね取っちゃえば、ほら見てください、こんな風にメッシュの状態でこの上の屋根部分がねできるんですよ。これですごくねいいなと思ったんですよ。このテントの利点は、まあ、涼しいっていうのもありますし、今ちょうどね上タープにやっちゃったんで、まあほぼほぼ見にくいんですけど、星空を眺めながらね寝れるんですよ。あーこんな素敵なテントってなかなかねないなと思って、これはねちょっと去年、店頭で在庫がありましたので突発的に買ってしまったテントです。で僕の中で夏キャンプはやっぱりこの設営が簡単でかつ涼しいテントってやっぱり いいなと思いましたね。本当ねこれは僕の中ではお気に入りのテントの一つですね。まあ、使うのは本当1年ぶりなんですけど、さあ中に入ってみましょう。さあ入ります。よいしょ、はい、さあ中はですね、まあこんな感じです。で、まあ、僕ちょうどあぐらをかいて、座ってる状態ですけど、僕の身長でギリギリまあ当たるか当たらんかぐらいなので、180とか170ぐらいの人だとまあちょっと当たるかなぐらいの
さあ、ちょっと締めてみようかな、これも。はい、全然涼しいですよ、この腕が開いてるだけでね。素晴らしいです。さあ、反対側もこんな感じです。すごくね、広いです。快適は快適です。で、今横になってますが、全然一人だけだったらね、もう全然余裕かませます。もうね、なんなら大の字になれますね、普通に。素晴らしい。このテントはマジで、久々ですけど僕は結構気に入ってますね。はい、まあ、こんな感じでポップアップテントのご紹介でございました。